見ると思ってね、こうやって練習したことはあるんで、一生懸命こうやってね、我慢になる我慢になる我慢になる、出て出て我慢になる、でもなれんかった。蛇になる蛇になる蛇になる、なれんかった。あなたは何になりたいの？俳優。俳優だろう。でお前さん、そのこの前ピストでパンパン打って悪いやつをやっつけるっていう方だったろう。でも俳優さんってのは死ぬ方の役だってやるんだぞ。バン、大丈夫だよ。ほんと？じゃあちょっと先生を打ってみて。先生、先生も入らない。じゃあ今度僕はあなた打ってみるから、死ぬとかやってよ。よくやって。バン。あんまりこう死んだ感じしねえな。じゃああなたは何になりたいの？山澤さん何になりたい？看護師さん。看護師さんになって、いいね、いいお仕事だね。佐野くんは？何屋さん？設計図を作る人か。いいね。あなたね、工作好きだからね、そういう仕事向いてると思う。先生、親子設計図を書いたことある。よし、でちょっとお金をね、数え方を練習しよう。1、2、3、4、3、はい、1、2、3、4、4円、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、8円、12、10、30、3、はい、12、10、30、もう一回、12、10、30、12、10、30、40、50、60、70。さあ、私は今お金いくら持ってるか、ちょっとこちらを見てください。12、10、30、40、50、60、70円持ってます。いい？テレビのおもちゃは50円です。で、テレビのおもちゃ欲しいなと思ってます。でも私は70円持ってます。この70円でテレビのおもちゃは買えるでしょうか、買えないでしょうか？買える。買える、うん、あ、そう。この鉛筆は100円です。僕は12、10、30、40、50、60、70円持ってます。この70円で100円の鉛筆は買えるでしょうか、買えないです。何？買えない。買えないね。この船のおもちゃは40円です。僕は12、10、30、40、50、60、70円持ってます。買えますか、買えませんか？買える。買える。この トラックのおもちゃは90円です。見ててよ。12、10、30、40、50、60、70円です。トラックのおもちゃは90円です。買えますか、買えませんか？買えません。え？買えません。買えないね。じゃあこの自動車は40円です。今度は先生、お金ちょっと少なくなった。12、10、30、40、50円持ってます。この自動車のおもちゃは買えますか、買えませんか？買える。どっち？買える。買える。お花は30円です。買えますか、買えませんか？買えます。買えますか。よし。靴は80円です。買えますか、買えませんか？買えません。ペロペロキャンディは50円です。買えますか、買えませんか？買えます。買えるね。12、10、30、40、50円買えるんですね。そうじゃん。ところがね、こういうことがあるのよ。この中のこのね、箱の中にジュースが入ってるんだけど80円なので、僕100円しかないのよ。買えるか買えないか？買える。でも損じゃない。80円のものを100円出したらどうなるでしょう？お釣りをもらってくる。なんだって？お釣りをもらってくる。なんだって？お釣りをもらってくる。なんだって？お釣りをもらってくる。何？その通りだ。お釣りがもらえるんだよ。お釣り、ちょっと言葉覚えて。お釣り。お釣り。余ったお金はね、お釣りになるのよ。例えば今100円出したでしょ。一緒に声出してよ。10、20、30、40、50、60、70、80、90、100円出したの。100円出したの。でもジュースは10、20、30、40、50、60、70、80円でしょ。これがお釣りなの。20円お釣りで帰ってきます。お釣りっていうことはね。じゃあ値段って何？値段って値段だ。高い。教えてくれる人ちゃんと。はい、山澤さん。値段でね、売るのなんだろう。売る？いいよ。いろんなのが売るんだ。売るんだな。そのところにこの物に数字がついてるんだ。
70円とか80円とか、あれが値段なの。あの数字のことを値段って言うんだってね。僕知ってるよ。知ってた、うん、じゃあお釣りって何。お釣りお釣りって、お釣りじゃあこれは、はい、じゃあ熊川君、お金が戻ってくる、はい、お金が戻ってくる、あ、戻ってくるお金のことをお釣りって言うんだ。あ、なるほど。そう、長野君、消費税って何。あれ消費税ってよく言うでしょ。消費税、お金が足らない。じゃあちょっとニアシ君、何消費税、なんかお金足らないとか、お金が足らない、お金が足りない、うん、消費税って何やむたら君、聞いたことない。聞いたことあるんだけど、あ、分かった。何よ消費税。消費税っていうのはなんか5000円札のことだな、違うだ。5000円じゃないな。消費税ってなんだろうね、あれ。佐野くん、消費税ってなんだ。難しいな。高すぎ。え？高すぎ。高すぎるんだ、あいつな。そう、高すぎるのよ。なんか物を買うと、余分に払わなくちゃいけないのよ。50円のもんでも、な、2円か3円余分に払う。物を買うと安すぎても買えてもお釣りがまた戻ってくる。もう釣りは戻ってくるんだけどな。お店行きます、これいくらって聞きました。そしたらお店の人が80円です、値段は80円ですって言いました。値段は80円なんだって。で、僕は100円を出しました。さあ100円出した、あいよお釣りですって20円くれました。これがお釣りです。じゃあみんな先生と一緒に声出してください。お店へ行きました、お店へ行きました、お店へ行きました、お店へ行きました。僕は値段を聞きました、僕は値段を聞きました、僕は値段を聞きました、僕は値段を聞きました。これはいくらですか、これはいくらですか。お店の人が80円と言いました、お店の人が80円と言いました。値段は80円です、値段は80円です、値段は80円です、値段は80円です。僕は100円を出しました、僕は100円を出しました。お店の人が、お店の人が、お店の人が20円お釣りをくれました、お釣りをくれました、20円お釣りをくれました、20円お釣りをくれました。山沢君の声来なかったからもう一度いきます、僕はお店へ行きました、僕はお店へ行きました、お店へ行きました、お店へ行きました。一回くさんだ、お店へ行きました、お店へ行きました。バッバッと出しちゃうのよ、わかる。お店へ行きました、お店へ行きました。値段を聞きました、値段を聞きました、値段を聞きました、値段を聞きました。値段は80円です、値段は80円です。僕は100円を出しました、僕は僕は100円を出しました、僕は100円を出しました。お釣りは、お釣りは、お釣りは、お釣りは20円です、20円です。僕は、僕は20円もらいました、もらいました。もちろんジュースも買ったんだよね。お金、お金。じゃあ行ってみよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,3 はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10円。今度は10円集めますよ。10,20,30,40,一緒に行ってみようか、さん。はい。10,20,30,40,50,60,70,80,90,100円。